皆さん、こんにちは。今回は、夏目雅子は子供を何度も降ろしていた噂、また母親との確執、夏目雅子さんの激動の生涯、伊集院静香さんの病についてご紹介していきます。夏目雅子さんは今から34年前、当時不治の病と言われていた白血病を患い、27歳という若さでこの世を去りました。彼女の女優人生はわずか9年、しかしその姿は今も人々の記憶に強烈に刻み込まれています。本名西山雅子、旧姓小舘雅子、生年月日1957年12月17日、没年月日1985年9月11日、27歳没、出身地神奈川県横浜市中区山手、身長164センチメートル、血液型 B 型、職業女優、活動期間1976年、1985年、2019年11月21日放送のテレビ番組直撃真相坂上では、芸能活動を認めなかった母親との確執や最後まで演技にかけた女優魂について明かしました。18歳の時にオーディションに合格した夏目さんは、本名の小舘雅子でドラマデビューを果たしました。そのドラマを見たある化粧品会社が夏目さんを広告のモデルに起用。水着姿の夏目さんを写したポスターは盗難騒ぎが起こるほどでした。その後レコードデビューした夏目さんは一躍脚光を浴びます。しかし母末さんは夏目さんの芸能活動に大激怒、芸能活動に本名の小舘雅子を使うことを禁じられたため、急遽夏目雅子という芸名に変更したのだといいます。母親が反対する背景には小舘家が当時行っていた家業にあったのです。夏目さんの実家は六本木にある雑貨店で、多くの芸能関係者が利用していたといいます。当時の芸能界はスターという印象が強く、身近に感じなかった。若い人も年配の方も態度が存在になることが少なくなかった。人間としての一般的な感覚では生きていないと、和夫さんは母親が芸能界に強い不信感を抱いていました。一方、一躍有名になった夏目さんにはオファーが殺到します。モデルデビューから1年後に出演したドラマ「西遊記」1978年では、実際は男性であるとされている三蔵法師を若い人気女優が丸刈り頭で熱演し大ブレイクします。親友で女優の中井貴恵さんは夏目さんの撮影現場での様子について、私の真剣な表情のアップを撮るときにカメラの後ろに彼女がそーっと立って笑うと、歯にノリをつけていて彼女が好きだった、より目をするんです。一回その顔を見ちゃうと次のテイクも雅子がいなくてもその顔を思い出して NG を出してしまうといういたずらをされたことがありますと、夏目さんのお茶目な素顔を明かしていました。デビューする前の様子を映したホームビデオでもお茶目な姿が印象的ですが、夏目さんは幼少の頃母親の愛に飢えていたという。和夫さんはお袋は働き手としてずっとお店にいたので、雅子はひいおばあちゃんが育ててくれて、子供の頃からそこに対してものすごく寂しさを抱いていて、お母さんに認めてほしいという思いが強かった。その後デビューをした夏目さんは持ち前のキャラクターで芸能界での居場所を作っていくが、仕事用のメイクをしたまま家へと帰ると母親に、小舘雅子に戻ってから帰ってきなさいと叱られるなど、家の中に夏目雅子を持ち込むことは許されなかったという。そのため母親は夏目さんの出演作品は見たことがなく、和夫さんはお袋は小舘雅子という女性は誰よりも愛していましたし大好きでしたが、夏目雅子という女優は認めなかったと明かしました。また夏目さんの兄である小舘和夫さんは、お袋と僕は基本的には雅子の出た番組とかは見ていないと語っています。芸能人ファミリーが出演する歌番組にも夏目さんの父親と年の離れた弟は出演しましたが、母親は夏目さんの仕事には一切協力をしなかった。そんな中、芸能活動を応援してくれていた父親が胃がんを患い47歳で亡くなってしまう。悲しみを乗り越え女優業に突き進む決意をした夏目さんだったが、
夏目さんの演技について学芸会やお嬢様芸などと揶揄されることも少なくなかった。しかしそんな評価を夏目さんは見事に払拭します。その作品とは22歳の時に出演した NHK ドラマ座勝者。これまでのイメージを覆す大人の女性を見事に演じ高評価を獲得します。さらに映画桐生院花子の生涯1982年では女優としての地位を確立。この作品でブルーリボン賞主演女優賞を受賞しました。坂上さんは映画が公開された時に俳優さん監督ほとんどの人が言っていたと思います。誰かをキャスティングしたいって言ったら夏目さん、誰と共演したいって聞かれたら雅子さんっていうくらいのインパクトは何のお世辞もなくあったと思います。そして夏目さんにとっても手応えのあった作品だったことから母親を試写会に誘ったという。しかしこの出来事が二人の溝をさらに深めてしまったのだ。映画の中では夏目さんが演じる主人公が夫の死を看取る場面があるが、このシーンは父の最後を看取る母親の姿を演技に生かしたものだったという。夏目さんは良かれと思ってこのエピソードを母親に伝えると、そんなことまで演技に使わなくてはならないなんてと激怒されたといいます。この一件で母親はますます芸能界を嫌悪するようになってしまいます。しかし皮肉なことに夏目さんの女優としての注目度はうなぎ登り。26歳の時には後に直木賞作家となる伊集院静香さんと結婚し、プライベートでも世間の大きな話題を呼びました。そんな伊集院静香さんと夏目雅子さんが出会ったのは1977年のことでした。伊集院さんが27歳の時 CM ディレクターとしてカネボウ化粧品サンケーキの CM を担当。起用されたのが当時まだ19歳で無名のモデルだった夏目雅子さんでした。しかし当時の伊集院さんは既婚者、妻は2人目の子供を妊娠中だったといいます。伊集院さんは第二子誕生を前に家を出て1980年に妻と離婚しています。その後も夏目雅子さんとの関係は続き、1984年8月27日に7年の交際の末結婚しました。このように略奪愛と言われてもおかしくない形でのゴールインでした。しかし伊集院さんは夏目雅子さんとの交際期間中に女優の桃井かおりさんとも関係を持っていたと言われています。三角関係に苦しみ、夏目さんは桃井さんに伊集院さんに渡さないために結婚を決めたようです。伊集院静香さんと夏目雅子さんに子供はいたのでしょうか。実は夏目雅子さんは伊集院さんとの交際期間に子供を何度も下ろす経験をしています。2006年に夏目さんの実母の小舘壽衛さんが著書二人の雅子母だから語れる夏目雅子の27年を発表。本の中には夏目雅子さんが伊集院静香さんの子供を妊娠、しかし子供はいらないという伊集院さんの考えのもと中絶したと綴られていて、これを伊集院さんも認めています。よってお二人の間にお子さんはいません。二人が結婚して3ヶ月後には夢だった舞台の主演の座もつかんだ夏目さん。公私ともに人生最良の時を迎えていたが、彼女の体は病魔に蝕まれていました。それは急性骨髄性白血病。当時のことを和夫さんはこう振り返ります。生まれて初めて主演を務める舞台をやっていた時にちょっと疲労が強かったみたいで、一泊で療養を兼ねた点滴をしてもらって舞台にまた戻った時に血液検査をしたんです。その結果でお医者さんからとんでもなく重い病気かもしれないからとにかく公演を中止してくれと言われた。夏目さんが病院で医師から告げられた病名は重度の貧血。当時白血病というのはそう簡単に今と違って断定できなかったと言いますが、医師から絶対に仕事をさせることはできないと言われ、関係者が公演の中止を決めたと言います。中止を告げられた夏目さんは、ここから飛び降りてでも舞台に行くからと錯乱状態で取り乱してしまいます。そんな夏目さんをたまたま見舞いに来ていた演出家の福田陽一郎さんが一喝し、一番健康な状態で自分の演技を届けることがプロだろ、これはお前の舞台だ、お前が元気にならない限り舞台は復活させないと説得したことで治療に専念することを決意したという。しかしその後家族だけが呼ばれ、本当の病名が医師から知らされます。
98.3% の確率で急性骨髄性白血病です。その時のことを和夫さんは 98.3 という言葉を使ったけれども、間違っている可能性もある、非常に難しい病気だけど奇跡はどんな時にも起こるんです。その奇跡を起こす時に一番重要なことは気なんです。強い気持ちを、治るという気持ちを、雅子さんに治るという気持ちを作ってあげることを重要に考えてほしいと言われたと語りました。この時の夏目さんの闘病を機に母親に変化があったといいます。ある夜、和夫さんが帰宅すると録画した夏目さんの出演作品を母親が食い入るように見ていたといいます。それから母親と夏目さんは病室で一緒に過去の出演作を見るようになりました。和夫さんは母親の心境について、雅子が一番大好きな世界はエンターテインメントの世界、お袋の中でこの子を生かしてあげるためには一番求めている世界を認めてあげなければ助けられなくなっちゃうと思い、今度は誰よりも夏目雅子のファンになろうとしたのではないかと明かしました。当時は不治の病とさえ呼ばれていた白血病、高い効果が期待できる新薬も出始めていましたが、髪の毛が抜けてしまうという副作用もあり、母親は女優としての夏目さんを案じ新薬での治療に反対しました。しかし従来の薬では思うような効果が得られず、約半年後再び新薬での治療を検討することに。この時夏目さんに副作用による脱毛について伝えると、私日本で一番坊主頭が似合う女優って言われているんだよ、そんなの全然気にならないよと話したといいます。この新薬での治療が効き、一度は白血病の症状も消えたことで家族も安堵しましたが、抗がん剤治療で免疫力が低下していた夏目さんはその影響で肺炎を起こし、1985年の9月11日27歳という若さで亡くなります。最後の時が迫る中、夏目さんは母親とあるものを作っていたといいます。母親と一緒に刺繍で作った二輪のひまわり、右のひまわりを母親が、左のひまわりを夏目さんが互いの思いを込めて作ったのです。実は病院では完成できなかったため、夏目さんが亡くなった後、母親が最後に残った茎の部分を仕上げ、この刺繍を完成させたといいます。夏目さんが亡くなって8年経った1993年、母親は兄和夫さんと夏目雅子ひまわり基金を設立、ドナー登録呼びかけのほかに治療などによる副作用で脱毛に悩む方々の社会復帰を後押しするため、無償でカツラを貸し出すなどの活動をしています。そして2008年には母親も他界し、現在その意思は夏目さんの兄の和夫さんが受け継いでいます。親友で女優の中井貴恵さんは、27歳の一番綺麗な時に行ってしまったので、彼女がそれからどんな人生を歩んで60を過ぎる年まで生きてきたのかな、どんなおばあさんになっていたのかなって、それは全く分かりませんけど、彼女が生きていたら今日までずっといい友達でいられた自信はありますと親友を偲び静かに語りました。そして2023年、そんな夏目雅子さんの夫であった伊集院静香さんにある病気が判明します。所属事務所は医師との相談により一刻も早い治療と十分な静養が不可欠であると判断いたしましたと報告。つきましては当面の間執筆作業を休止させていただくこととなりましたとしました。伊集院さんが患っている病とは肝内胆管がんです。日本肝胆膵外科学会のホームページによると、肝臓で作られた胆汁を肝臓から十二指腸まで運ぶ胆管のうち、肝臓内に位置する胆管に発生、肝臓から発生する原発性肝がんの一つで、肝細胞がんに続いて2番目に多く、約 4% と言います。頻度は低い仕様ですが、近年増加傾向にあるとされています。また、自覚症状はほとんどなく、症状が出てきた時は進行していることが多いとされており、原因は肝内結石症、肝炎ウイルス感染との関連も指摘されていますが、基本的には正常な肝臓に発生すると言います。定期検診で肝内胆管の拡張、肝機能の異常が見受けられた場合、精密検査を受けることが大事となります。この最も肝内胆管がんの効果の高い治療法は手術とされているため、今後手術の予定になると思われます。
今年で73歳となった伊集院静香さん、いち早い回復を祈るばかりです。いかがでしたか？今回は夏目雅子さんについてご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。